草津 JCT と前の図形情報版、草津ジャンクションは、名神高速道路と新名神高速道路、大津連絡路のジャンクションである。開通前から、草津 PA が営業していたが、後に新名神高速道路大津連絡路の接続部となり、日本の高速道路では、珍しい PA 併設になっている。また当 JCT の大津連絡路側すぐに、草津多神 IC も所在しており、 実質的に JCT ICPA の3施設が集約されているために複雑な構造となっている。2005年3月19日に東 JCT、草津鏡 IC 間が名神高速道路の支線として開通した。その後、2008年2月23日に新名神高速道路亀山ジャンクション、草津鏡 IC 間の開通と同時に東 JCT、 草津多賀宮石井間が新名神高速道路に編入された。東 JCT、瀬田東ジャンクション間は片側4車線であり、上り線あたり区間の第一走行車線を通行すると車線変更せずに草津 JCT で大津連絡路へ向かえる。新名神全線開通時には大津ジャンクションと共に並行する上機二つの高速道路を この字型に連結することになる。名神高速道路上り線あたり j c t 1 6トル手前に、市宮、四日市ジャンクションまでと、豊田 JCT までの所要時間を新名神ルート、名神ルートに表示し、両ルートの交通状況を表示できる、日本最大級の図形情報版が設置されている。 2019年10月17日より、名神高速道路上り線分岐部から、大津連絡路までの1車線区間を2車線に、拡幅する渋滞対策工事が行われ、2020年2月29日に、完了した。また、2021年7月2日には、下り線においても、名神高速道路下り線へ2車線で、走行できるように、車線運用を変更する渋滞対策工事が、 完了した。新名神高速道路大津連絡路名神、高速道路衰田方面を結ぶランプは上下線それぞれ2車線ずつだが、新名神高速道路大津連絡路名神、高速道路小牧方面を結ぶランプは上下線それぞれ1車線ずつである。ただし、橋梁部分は2車線分の幅が確保されており、将来ランプ全区間を2車線化する際に、 改めて架橋工事を行う必要はない。なお、工日の草津 PA 入り口との重複区間に、限っては、現状も2車線となっている。草津 PA 上り線利用後は、大津連絡路方面へ向かうことができるが、草津 PA 下り線利用後は、大津連絡路方面へは向かうことができないため注意が必要。草津 JCT と草津 PA のランプ構造簡易。図、ありがとうございます。